会った後、俺に何かさせようとしてるのかい？リナちゃんと距離を置いてください。負けるわけにはいかなくなった。最後の一手で逆転、負けたっていいじゃない。ライドウ君のこと、その聞いてほしいことがあるんだ。俺の気持ちの話だ。阿波連さんが好きだ。大城さんの髪留めが落ちてたから探してたの。あ、ありがとう。それと、ごめん大城さん、私何も言えなくて。でもライドウ君は気持ちを伝えてくれて。ごめんなさいライドウ君、本当に。阿波連さん、あれは確かに驚いたけど、阿波連さんのその距離感も。私も好きライドウ君。やったー。